カスカディアに提案された旗の一つ、ダグカスカディアは、北、アメリカ太平洋岸北西部で小規模で、草の根の環境運動で提唱された、独立試験国家に提案されてきた名前である。この国は、カナダのブリティッシュコロンビア州、アメリカ合衆国のオレゴン州及び、ワシントン州が合体することにより形成されると、仮想されていた。他にもアイダホ州の全領域、 カリフォルニア州北部、アラスカ州の一部及び、ユーコン巡州の一部を含むものが提案された。この州の連邦は、合衆国やカナダからの脱退を必要とした。この提案された、共和国の領域は、現存州の領域を取り込めるものとされた。カスカディアは、最大領域の場合、人口1700万人以上となり、年間4500億ドル以上の商品とサービスを、 生み出す、経済力があり、世界でも二重欠に入るとされた。トーマス・ジェファーソンが最初に、太平洋共和国を提案した。トーマス・ジェファーソンは1803年に、ルイス・クラーク探検隊を太平洋岸北西部に送り出した後で、北アメリカ西部に独立した国家を樹立することを考え、その名前を太平洋共和国とした。この当初の発案以来、 多くの異なる集団が外して同じような目的で提案してきた。オレゴンが州になった当初からこの地域の人々の一部がアメリカ合衆国から分離し独自の国を作ることを求めた。南部州が合衆国から脱退してアメリカ連合国を形成した時、オレゴン人の中には自分たちの国を樹立する絶好の機会と考えた者も,もいた。しかし、 その運動は南部寄りで奴隷制を擁護するゴールデンサークル騎士団と結びつくようになった時に失敗した。他にも、クラマス、トリニテおよびジャクソンなどの行動で合衆国の支配からカスカディアの特定地域をひねり出そうという動きがあった。オレゴンが州に昇格する前の19世紀中頃と1930年代にサイドジェファーソン州を作ろうという試みがあった後で、 この地域のそのような運動では最もよく知られた試みがあった。この運動ではオレゴン州南部とカリフォルニア州北部をそれぞれの州から分離し合衆国の中で新しい州を作ろうという提案でこの地域に注目を呼んだ。歴史的にも抑圧された地域なので多くの地元住民はオレゴン州セーラムとカリフォルニア州サクラメントのそれぞれ州政府を非難した。 この理由で、周期には二つの展示と金の円形が採用された。二つの展示は、ダブルクロスと呼ばれ、セーラムとサクラメントの州政府から見捨てられているという、感情を意味している。1956年、オレゴン州、ケーブジャイクション市とカリフォルニア州ダンスメワ市の集団が、オレゴン州南部とカリフォルニア州北部を、それぞれの州支配者から分離し、ジェファーソン州を作ると脅した。 近年では広い範囲の問題に関わる不満によって独立、カスカディアの考えに新しい関心を引きつけている。2001年9月、カスカディア国民党が完全な政治綱領をもって結成された。3日後の9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が起こり、この運動に対する支持は行き詰まった。2005年、 カスカディア国民党の公領をほとんど借りてカスカディア独立プロジェクトが作られた。これは当時カスカディア独立の概念を積極的に推進する唯一の組織となった。サイトライン協会やカスカディアクロミ所のようなカスカディアこの概念を議論する他の集団の多くは完全な独立を除いて多国籍共同一体性の一つとしてこの概念を見ている。 その他にもカスカディア共和国のようなものは政治的抗議行動のふざけた表現になっている。カスカディアの領域には多くの案が議論されている。最も普通に言われる領域は単にオレゴン州、ワシントン州及びブリティッシュコロンビア州を含めるものである。地図によってはオレゴン州とワシントン州だけでブリティッシュコロンビア州を外しているものもある。ある集団は カスカディアの領域にカリフォルニア州北部、アイバホ州及びアラスカ州を含めて解釈するよう求めてきた。また他のものはカスカディアを連邦にし諸軍を束ねて新しい州にすることを求めた。別の提案ではトリニティ州、ジャクソン州、クラマス州、シャスタ州及びパシフィカ州があった。別のカスカディア提案ではコロンビア側水域のすべてを取り込み、 現在のアイダホ州、モンタナ州西部、及びワイオミング州やユタ州の一部、さらにはネバダ州北部まで含むものもある。太平洋岸北西部や関連用語の異なる定義。緑色の線はカスカディアバイオリージョン。そこから通常のカスカディア領域が考えられている。カスカディア分離運動をする者は外して東部の連邦政府が無視していると主張する。 価値観、関心及び心情を政治的動機に挙げている。これらはオレゴン巡州の時代に遡り、さらにはカスカディアの概念にも合致するオレゴンカントリーにまで遡る。オレゴンカントリーはアメリカとイギリスが領有権を主張していたが、一つの政治的単位として扱われていた。あるものは2004年の大統領選挙の後で起こった。 政治的抗議行動が各州で新たに起こった分離運動の主たる理由であると主張した。ワシントン州やオレゴン州はかなりの程度で民主党が多数派となっている。この地域には森林管理や漁業管理及び緊急事態をにおいてすでにいくつかの共同機構や習慣あるいは国際的な機関が動いている。地域全体が地震の多いところでもある。 分離運動を行う集団はこれらの組織が独立国の枠組みになることができると期待している。カスカディアの概念は環境運動と密接に同一視されている。環境運動のいくつかが土地の不適切な管理と見ているものに対応し、カスカディアバイオリージョンと呼ばれるものを定義してきた。このバイオリージョンはワシントン州、オレゴン州、アイバホ州、カリフォルニア州、ネバダ州、 バイオミング州、モンタナ州、アラスカ州、ブリティッシュコロンビア州、及びアルバータ州にまたがっている。バイオリージョンは土地すなわち土壌蘇生、水域、気候、植物床お及び動物症によって定義される地理的、領域である。カスカディアバイオリージョンには、コロンビア側全水域とカリフォルニア州北部からカナダまでのカスケード山脈が含まれる。 カスカディア・バイオリージョンを説明するときは、その使用目的として、環境責任があり、政治的境界が生態学的領域にあって、いるべきという考えがある。環境の持続性というのが中心となる考え方となっている。ありがとうございます。